行文学園。力遅刻か。ふざけたやつがいるもんだよ。でもよかったです。何が？新しい先生が来てくれるおかげで他の先生方の負担が減りますから。優しいよ。そんな優しいよ、カトリーヌ先生はよ。カトリーヌじゃなくてカトリです。優しい。大丈夫だ、ボブ。さあ、教室に入れ。いや、日本語しゃべるんだ。部外者は出てってくれ。不法侵入で訴えるぞ。教師。もう、秋元先生に頼まれてきたんだって。ほら。ちょっと、秋元先生は？校長なら昨日入院した。は？いや、入院って来週じゃなかったの？早まったんだ。え？あ、いた！何なんだよ、君は。いやいや、今日からこの予備校で働く。予備校？ん？ここは外国人日本語を教える日本語学校だ。またまた、その真顔ね、超ウケますよ。ちょっと待ってください。嘘じゃない。本当に？本当だ。日本語学校？